輸入車の話をしたい。結局タイトル決まんなかったんで、コメントでもこんなのどうですかっていただいたんですけど。あ、いただいたんですか。いただきました。そうです、はいはい、結局もうタイトル決まんないんで、輸入車の話をしたいでいこうかなって。あ、そうですか、はいはい、というわけで今月の雑談会をお届けします。はい、はい、で、何か話題はありますか。これから年末にかけてくるので、やっぱりその皆さん気になっている相場、ちょっと話をしようかなと思うんですけど、やっぱり最近相場の神様と言われてた。え、どうですか。え、 G クラス人じゃなくて車の話ですか。そう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 、はい、やっぱりちょっと相場の優等生、相場の優等生 G クラス、はい、G クラス、はい、ちょっと危険信号ですね、はい、あ、危険なんですか。危険信号、黄色信号。黄色信号です。危険って言っていいのか分かんないですけど、はい、今までが、まあ、良すぎたっていう、ね、ああ、そうですね。ずっと安定してましたよね、はい、ちょっとプレネで、はいはいはい、でも全体的にプレネは皆さんやっぱり冷静になりつつあります。ああ、落ち着いてる傾向、落ち着いてる傾向があります。それ G クラスに限らずって感じですか。はい、G クラスに限らずですけども、やっぱりその目安となるのがあるじゃないですか。 G クラスとか、はい、アルファードとか、はい、そういったところがやっぱり話題にした方が皆さん伝わるかなと思ってまして、一応その僕たちオークションで見てたりするんですけど、 G クラスで値段が下がってるなって感じはやっぱ肌感ですごいあって、現場感もちょっとあったりするんですけど、あのオークションデータでやっぱり見てたりすると、 G63 に関してはだいたいイメージで言うと9月10月ぐらいからちょっとオークションのなんて言ったらいいのかな、制約率っていうのが6割か7割ぐらい、それってもちろん装備だったり距離数だったりっていうのもあるかもしれませんし、でも多分ちょっと高値だったりしたのを皆さんやばいなって出してオークション出したりすると入らなかったりっていうのがありますね。じゃあ新型が割と売れてるってことなんですか。いや、そんなことないと思いますよ。あ、そういうことではないですか。うん、新型の納車が始まってたとしてたとしても、はい、そんなに台数出てるわけじゃないじゃないですか。新型の話って聞きます。まあぼっちぼっちは入庫してますけど、はいはいはい、いやいや、すごい納車待ってますとかあんまり聞かないですね、一時、ね、はい、よりか。だそんなにはっていうところがあったりとかしますし、うん、もう新車価格はやっぱりトラックもめちゃくちゃ高くなっちゃったんですか。確かに確かに、そこからのプレネって考えたら、確かに、もう G63 出た時はね、やっぱ2000ちょっとだったのが、もう今は3000万超えですからね。4000万でしょになるんですかってことにならないじゃないですか、さすがに。そうですね、っていうところがあって、うん、G クラスは63がそうですね、 400D とかなんかもやっぱり推移としては同じぐらい、若干ちょっといいかなってぐらいで推移してる部分はありますね。なんか感覚的にこの価格が安めの方が動いてるとか、年式がこう多少こなれてきた年式の方が動いてるとか、いや、そういうことでもないのか、珍しいのが動いてるみたいな。いやいや、そんなことない、まんべんなく、まんべんなくですね、はい、スーパーカーに関してはオークションなんかもうちでもまあ在庫とか出したりするんですけど、はい、オークションとか値段全然入んなかったりしますよ。あ、そうなんですか。はいはい、アルファードなんかもね、そこ気になりますね。ですよね、結構気になる方いらっしゃる、はい、うちはあんまりそんなにやってないですけど、アルファードなんかは、はい、これもやっぱり9月10月の半ばぐらいから相場、この制約率っていうのが悪くなってきて、アルファードも6割ぐらいか。じゃあ半分以上は、半分以上は制約率じゃない部分もありますね。 LX なんかもすごい値段落ちてます。7割ぐらい、そうなんすか、流れになっちゃってます。 LX なんかね、すごいプレネだったりとかっていうのは、そうですよね、そうですよね、はい、結構その今カーセンサーとかでも結構高値で出てますけど、はい、いやいやいや、高く買っちゃってでしょっていう数字になってますね、はいはい、今のオークションの相場だともっと安くなってたりするので、だから今 LX とかもし欲しい方は、はい、今の相場で買ったらいいと思います。カーセンサーとかそういうの媒体じゃなくて、はい、例えば探してよみたいな感じで今の相場で探すっていうのは一つの手かもしれないですね。まあ、カーセンサーって基本的にその掲載してる金額って車屋さんが勝手につけた金額だから、相場であって相場でないですよね。ただのこれで売れたらいいなっていう金額ですもんね。なのでそこら辺は逆に、こういうお客さん来たら内村はビビりますけど、今の相場で探してよって言われちゃうとえってなっちゃいますけど、よくご存知でって、はいはい、でもそういう手も一つかもしれないですね。だから今の相場ってどうなのって仲いい車屋さんとかだったら、もしかしたら聞いてもいいかもしれないですね。はいはいはい、あとは LM、 はい、レクサス LM、うん、レクサス LM なんか思いのほか売れてますね。売れると思うでしょ。はい、思います。あれも僕は黄色信号だと思いますよ。あ、そうなんですか。はい、あれ最初4人乗りで出たじゃないですか、はいはいはい、でそれがなんかすごい、はい、思ってたよりかは売れなかったみたいですね。でなんか7人乗りかなんかを前倒しで発売したんですよね。そしたらなんかすごい注文が来てみたいな。そこは多分苦肉の策というか、多分やばいなと思って僕出したんじゃないですか。あ、そういうことなんですか。はい、
でそれもだいぶ落ち着いてきてるんですか。落ち着いてきてる感じはしますね。まあ7人4人乗りとかの方ですね、多分出てるの。であとはそのあれってまあ変な販売の縛りがあったじゃないですか、はい、結局その買ったらこの時期まで売っちゃいけませんよっていう時期がそろそろもう来てるので、はい、皆さんやっぱりこう出すタイミングじゃないかなみたいな感じがあるので、これからこうどん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 やっぱり普通のスーパーカーとかとダイスの球数の数が違うじゃないですか。確かに確かに。だから出始めちゃったりしたらもうある程度の値段の動きはあるんじゃないかなと思います、はい、じゃあこれから特に車を購入、その辺の車を購入を検討されている方は、うん、よく慎重にいろいろ調べたりとか、そうですね、はい、時期を見定めた方がいいんじゃないかなっていう、そうですね、はい、いうタイミングではありますね。なるほど、はい、全然車さんとしてはいいお話じゃないですねいやでも車欲しい方にはそうですね、まあ、いい時期なんじゃないかな、はいはい、だから年末なんかで言うとね、うちもそのフェアを、はい、あ、そうですね、はい、やらせていただいてるんで、年末つながりということで、はい、毎年恒例の決算フェアですね。決算フェア、はい、で多分この動画が上がる頃にはもうあのホームページの方にお知らせのページも上がってると思うんですけど、そうですね、はい、今ここに車にとってはちょっとこうついてたりしますんですけど、はい、一応まあうちも12月決算ということなので在庫の金額をある程度ちょっと抑えなきゃいけないという会社的な、ね、指令が入りまして、はいはい、だったらまあ金額の方をちょっとこう調整させていただいて出していただこうということと、あとは特別金利ですね、はい、の方をちょっと 1.9%、はい、12月末までの登録できる車ですねっていうのは対応させていただくと。で対象車種はその対象車種のマークが、はい、あのうちの方の在庫のページについてるということで、はい、それがついてれば、はい、まあ、今までよりかも価格も、はい、安くしてありますし、はい、でなおかつ 1.9% が使えるんですよ、はい、1.9% って結構安いですよね、金利。そうですね、 1.9% は安いと思います、はい、ですよね、うん、1.9% を使うにあたってクレジット会社さんとの話もありますし、会社にも話もしなきゃいけないですし、一応私的にはその30社ぐらい調べたんですよ、はい、ディーラーさん含め、はい、同業他社の金利がいくらになってるのか、そう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 、はい、市場調査は大事ですからね、はい、そこは、はいはい、調べさせていただいて、やっぱり、まあ、条件本当に狭い条件で 1.何パーっていうのあったんですけど、はい、ほぼ一番、まあ、ある程度のそのなんていうんですかね、あの幅で組めるのは 1.9 がやっぱり最安値です、ね、そうですよね、はい、あんまりそれより安いのってよほどのなんかキャンペーンじゃない限り、いやキャンペーンというよりかは、はい、中にはあるんです、クレジット会社でも、はい、その金額が500万円までですよ、はい、だから、はい、いくらですよ、はい、とか縛りがかなりあると思いますね、はい、ミニなんかだと大昔そのクーパーはい、ローンだがクーパーキャンペーンで 0.98 とかありましたけど、あんなのはもうちょ超特殊ですからね、ディーラーの新車はもうだってメーカーが保証してるじゃないですか、そうですよね、だからそれも 0.9 とかあの全然できると思いますけど、一般的なその中古車だったり、そうですね、はい、クレジット会社さんのいわゆるまあ仕切りというんですかね、っていうのはもう絶対無理な話で、今でも金利が上がってるじゃないですか、だからそれで 1.9% って結構お得だと思います。でちゃんと固定ですもんね、あの住宅ローンみたいな変動じゃないですもんね、いや最初の1年だけ 1.9% ですよ、いやいやいや、そういうことじゃないですもんね、だから今買うのはすごく、はい、そうそうそう、このタイミングに、タイミングでもいいですね、はい、だ結構それ調べたりしたりするとやっぱりディーラーさんでも安い金利のディーラーさんがあったりとか、高いディーラーさんがあったりとか、こんなに差があるんだっていうのがありましたね。それ販売店ごとに決められるからってことですか、ね、いや販売店はじゃないんですか、ほぼ同じです全部。あ、そうなんですか、はい、メーカーでは全部多分大体一緒だと思います、だからディーラーさん例えばベンツさんだったらいくらだし、はい、ビームだったらいくらだしみたいな感じで、やっぱり違うのでそこは合わせないのかなって思ったりします。確かに確かに、はい、まあ、特にうちで扱わせていただいてる車なんて単価が高いんで、そうですね、その金利の数パーセントで、いやいや全然総額の支払いがだいぶ変わってくるじゃないですか、大きいと思います、大きいと思います、じゃあぜひその辺も、はいはい、有効に活用していただいて、そうですね、年内登録ですよね、年内登録です、はいはい、できる車種であれば、年内登録であれば、あの対応の車種であれば大丈夫です、ね、はい、年内登録って今話したじゃないですか、はいはい、まあ、これ全然別の話なんですけど、まあ、年度末に関して、まあ、これはあの新車のディーラーさんにはかなりブーブーな形で言われちゃうことなんですけど、新車のアドバイス、新車買う人へのアドバイス、アドバイスなんですけど、やっぱり新車のディーラーさんで年内登録、12月登録、さっきの話ですと、まあ、うちは12月登録にしても別に関係ないんですけど、新車って登録した月がその車の初年度登録、初年度登録なので、はい、12月に登録するのと1月に登録するのと、車が1年落ちか当年モデルか、はい、
って全然変わってきちゃうので、もしまあお車に余裕があって時期的に余裕があるんであれば12月登録ですねって言われても1月登録できないのって言ってみてもいいかも。まあまあまあそうですね、いいかもしれない。それは結構意外に大きいかもしれないですね。大きいですね、はいはい、それはまあ新車のディーラー様すいません確かに今で言ったら24年モデルになるのか、はい、25年モデルになるのか、はい、そこは確かにでかいですね。そうですね、はい、なのでだから査定するときって、はい、その年数の月とかってあんまり、まあ、もちろんマイナーチェンジしたら別ですけど、そこってあんまり見ないので、はい、もしそういうチャンスがあれば、ちょっとアドバイスの一アドバイスとしてちょっと参考にして、くれぐれも小島さんがそう言ってたとか、ボンドで言ってたっていうのはちょっともうねダメです、ダメです。ボンドカースのあれやろ、モザイクしょ、モザイクミーッつ、来月の方がいいですよって言われたんで来月でお願いしますからそれはやめましょう。ダメダメです、はい。あ、そう、あとリコールの話、ちょっと年末動向の話からずれちゃいますけど、はい、ポルシェリコール出たみたいですね、はい、聞きました、はい、さっきちょっと聞きました、はい、センターロックのなんかリコールで、うん、なんか最悪外れちゃうみたいな、それ外れちゃったのかなみたいですよ。僕写真見ましたよ、海外でなんかそのさっき足してたのなんだか分かんないですけど、うん、フロント左フロント外れちゃって、うん、そうメキメキみたいなでリコールになったらしいです、うん、だから結構センターロックあるじゃないですか、 GTS なんか全部センターロックだし、うんうんうん、役付きそれは GT3 ごめんちょっと全然勉強不足なんですけど、それは年式というかモデルは、うーんと最近のやつです。確かに99に適当なこと言うとあれだ、99にも当てはまってました、うん、確か991と992じゃないかな、うん、それちょっとリコールの中でもちょっとヘビーなリコールだよね。そうっすよね、うんうん、だいたいリコールってまあちょっとしばらく乗ってても大丈夫ですよっていうのがほとんどなんだけど、外れちゃうとね。そうなんですよ。でしかもポルシェ結構あるじゃないですか、センターロックって、うん、GTS がそもそも全車、うんうん、ほぼ全車センターロックじゃないですか。だから結構な人が該当するんじゃないかなっていう、うん、まあ、リコールの場合だとね、やっぱりハガキがいくから、ね、そうですよね、そうですよね、うん、そこはまあ見ていただいて、多分うちの在庫車でもあるんで、うん、まあ、ちょっとチェックして、そうですね、事前にやった方がいいかなって思いました。だからたまにね、やっぱりそのハガキもそうじゃない、なんかいつもの案内かなと思ってスイッチ振ると、はい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 、でも重要なやつとかも見落としがちなんで、 そこはちょっとあれですね。でリコールといえばその今車検通らないんですよね、リコール通してないと。そう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 ですよね、はいはい、だから必ず車検前にはちゃんとリコールやっていただいて、うん、ディーラーさんでの対応になると思うんですけど、うん、 そうね、はいはい、それ重要かなと、はい、であと話は全然変わるんですけど、はい、ついこの間車選び .com さんに撮影していただいたんですよね、はい、そうですね、はい、皆さん見ていただけましたかね。だから結構回ってるんですよ。見ました小島さん。いや見ましたよ、はい、見ましたけど、はい、やっぱりすごいなと思いました。すごいっすよね、うん、やっぱ僕たちね、まあまあ土屋さんですから。いや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 、あなたじゃない、あなたじゃない。こうやって土屋さんって言ったら僕かと思うんですけど、はい、違う土屋さん。すごいっすよね。やっぱりびっくりしました。実際にこのアリーナ店に来てもらって撮影をさせていただきましたけど、どうでしたか土屋さんとお話した時。いや初めてお会いしたんですけど、すごいオーラありますよね。やっぱり。やっぱりそう地元も同じだったもんね。そうそう、地元結構近いんですよ。同じだからね、はい、山のこっち側とこっち側みたいな、うんうん、そうなんですよ。そうそうそう、すごい気さくな方で、うん、はい、オンオフすごかったね。すごかったですね。やっぱり撮影ってなってた。いやあれ車が良くなかったと思いますよ。違う撮影してる時と撮影してない時のオンオフはやっぱり、はい、いやもうそれもそう、まあそうですね、やっぱりプロだなと思う。そうですね、スイッチがこう入る感じは、うん、そのアシスタントの女の人とかも、はい、そうですね、はい、やっぱ芸能人の人ってすごいなって思ったよねそのオンオフが。そうですね、そうですね。オフが悪いってわけじゃないよ、はいはいはい、オンになった時 の、はい、ちゃんとこうスイッチが入って表現の仕方というか、はい、すごいなと思いました。ただ今回その3台乗ってもらったんですけど、うん、車のチョイスミスったなと思いました、うん、はい、まあそれ僕たちそれも話す言い訳じゃないけど言い訳じゃないけど、はい、でもそれってボンドを知ってもらおうっていうことで、いやまあそうですね、いろんな車在庫じゃなくていろんな車をやりましょう、はい、って話したじゃないですか、はい、だからやっぱりそのね、はい、アルファードのホイールを言われるのは分かってるじゃないですか、ね、絶対言われますよ、あれ。あ、コメント欄でですか。コメント欄で言われるのは分かってました、はいはいはい、それまあそういうのも含め、うん、はい、ただやっぱりこうプロのレーシングドライバーの方を呼んで後ろに乗る車を2台入れちゃダメだなっていうのは、それは本当にやっちまったなって動画がアップされてから思いました。ずっと後ろだもんね。そうですね、でも見てる時からちょっとあ失敗しちゃったかなと思ったんですけど、はい、動画が公開されてそれ確信に変わりました、はい、特にその3本目が992の GTS だったじゃないですか。あ、これだなと思って、やっぱり乗っていただいてコメントしていただくのは、まあ、レーシングドライバーをわざわざ埼玉まで来てもらって後ろに乗る車のレビューをしてもらうっていうのはどういうことだと、はい、まあ、それはね
でもいいじゃないですか。多分僕らより多分土屋圭司さんの方が多分思ったと思うんですけども、はい、俺に乗せんぞこれって言ってそうですね。だそんな素振りも一切なく、もう、ね、嫌な感じもなくこうね、はい、ただもう僕としては反省しかないです、はい、なのでぜひまだ見てないという方はそうですね、はいはい、多分動画上がってるところにはあもう全部3本公開されてるんだ、してます、はい、全部3本とも公開されてますので、うん、ぜひ見てないという方はぜひご視聴くださいませ、はい、あと小島さん買い取りの旅の話ですか。買い取りの旅、うん、買い取りの旅九州に行ったら、ああ九州買い取り行ったらじゃないですか。買い取りじゃないですか、はい、納車で大事件、納車で大事件、はい、大事件ですね。それちょっと動画の内容として耐えうるかどうか、まあ、心配なんですけど一応聞きます。一応聞きます。九州の方、まあ、とあるところに納車に行かせていただきまして、はいはい、まあ、車はそのうちで動画マップしてる車 で、はい、で見ていただいて、実際じゃあこちらに来ていただいて、はい、で車を見ていただいて試乗させていただきながらこういろいろ話しさせていただいて、あ、そうなんですか。そうです、はい、ですごいよくお話しさせていただいて、はい、でじゃあ納車行きますねってお話しさせていただいて、でもせっかく来るんだったらさって言って、知り合いの車の業者さんもいるんで、はい、これからもちょっとそこで見てもらったりとかいろいろ話するかもしれないし、まあ、車の話もみんなでしたいから、ちょっと夜ご飯でもどうって言われたんですよ、はい、あもうぜひぜひそれはお願いしますって言って、はい、でまあご飯を食べに行って、はい、まあ、納車を無事させていただいて、はい、でじゃあ夜じゃあご納車終わったから納車もうご飯食べ行こうかって言ってご飯を食べに行ったんですね、はい、でそしてまあやっぱりその車好きな方ですし、はい、まあ車の業者さんもいて、はい、もうあっという間4時間ぐらいもうずっと車のしゃべりしたんですよ、はい、でじゃあ、まあ、もうちょっとお酒も飲んで、はい、じゃ あ、 まあせっかく来たんだからさっつって、はい、まあ、地元の小雪が地元の、まあ、女の子とちょっと喋ってから帰るみたいな話になって、いやいやそれでいやいや僕いいですよとか言えないんじゃないですか。まあまあ確かにそれは言いづらいですね。それはもうね、それはもうご好意なんで、はい、で一応まあじゃあ行きましょうか、じゃあ1時間だけみたいな話をなってそんなことを赤裸々に語ってる車屋さんの動画ないですよ。まあまあ、はい、まあまあ使えるかどうかね、はい、じゃあ一応あらかじめ最初に言っておきます、はい、一応そこのお店は自腹です、はい、もちろんそこはちゃんと自分で出させていただいて、まあ、それともお客さんも気遣ってもらったんですよね。多分自分で出すそこは自腹で行って、まあ、ついていきましたと、まあ、そういう話になって、いやー楽しいねなんて話になって、いや実はこうでこうで今日納車なんだよねって、はい、まあね、そういうお店、まあ、女性の方も、ね、はいはい、いて、でいやまあそういうちょっと僕結構なまってるとかそういう地方の方言の方の喋るのってすごい大好きなんですよ、はい、でもすごいワクワクしていって、はい、でまあ話してて、まあ、そういうなって、はい、まあ、ついていただいて、でどっから来たんですか、まあ、そういう仕事の納車なんで、はい、どっから来たんですかって言って、はい、いやいやもう関東です。え、関東なんですかってその女性の方が言って、はい、関東だよって言って、はい、どこなんですか、埼玉って言って、え、埼玉って言って、でみんな、え、埼玉一緒なんじゃないのなんて雰囲気になって、はいはい、埼玉のどこなんて言って、はい、まあ、僕の地元の市を言うわけですえって言って、え、その市、はいはい、同じなんだって言って、はい、市の何どこって言ったら、はい、え、どこ、え、小学校は、はい、同じみたいなそんなことあります。九州に来て、いやこれでも地方のあるあるだと思うんですけど、はい、やっぱり地方の方と都市の方お話しするのは楽しいじゃないですか、はい、そういうの、はいはい、あるあるなんですよ地元の人と会ってしまうっていうのはそうなんですか。小学校同じですよ、はい、もうみんな大爆笑とか、だからネタとしては最高だったんですけど、はい、まあ、僕としては、はい、ワクワクを返してくれってそうね、ちょっとね、はい、もう小遣いの予算があったらもう1時間ぐらい座りたかったんですけど、はい、まあ、そこはねまさか九州まで行って地元トークをするとは地元の人と、はい、皆さんで盛り上がると何しに行ってるんですか。まあ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 、そういうネタが、はい、あとまあその地方の方っていうと、はい、とても嬉しいお話があって、はい、地方の方が、はい、多分ね僕の感覚でいうとやっぱり動画を見ている方でヘビーユーザーさんで面接に来られました。入社したいってことで。あ、そうなんですか、はい、前回なんかご連絡いただいたとかって言って、そうですね、連絡いただいた方と全然別の方なんですけど、あ、そうなんですか、はい、社長の方から、はい、何月何日何時空いてるかって言われて、はい、いや空いてます、はい、じゃあちょっと本社来てって、はい、で、いや面接あるかなって言って、はい、お、面接あるんだって、はい、面接って僕まあ立ち会うことあんまないんですよ、はいはい、で行ってみたら、はい、アリーナ店に入りたい方だってます、はい、え、なんでって言わしたら、いや動画とか見てて、はい、ありがたいですね、すごい、まあ、写真ラインナップもやっぱり自分にちょっと合ってる気がしてとか、はい、あ、そうなんだって言って、
大丈夫ですか夜の店行った後の。この話は。まあいいや。じゃあそれもいやそれも最終的に、はい、あのすごいよく僕たちを見てくれてたんですよ。あ、そうなんですか。ありがたいですね。はい、ありがたいんですけど、はい、でもじゃあ社長がせっかくね遠いところから来たんだから、はい、関東ってか埼玉だけ一緒に回ってあげてって言われて、あ全然いいですよって言って。でも回る前に僕ちゃんと言いました。これからがありのままのボンドです。だから変に高く入ってもしょうがないし。まあまあそうですね。そうですね。だからさっきの、ねはい、夜の話も、はい、まあまあそういう、ね、キャラだっていう、はい、僕そんなに行かないですよ。行かないですけど、はいまあ、そういうちょっとこう楽しい話もある、はい、楽しいからですけど、まあ、ありのままを見てくださいっていう話でやっぱり何人で回ってもらって、本当はだからツッチーにも合わせたかったんですよ。え、言ってくださいよ。でそれで電話したの。そしたら出なくて、はい、でその後電話かかってきた。はい、であれさんの時何してたんでしたっけ。研修って言ってた。あそうだで話してて、はい、ああそういうことで電話来たら隣で、はい、今の声土屋さんですかって言っていやすごい嬉しい話。そうですね。そういう方が本当に、ねはい、多分、まあ、あの入ってきていただける話になってると思うので、はいまあ、いずれ ね、 そうですね。こういう動画にも出ていたのかもしれませんけど、はい、雑談会あたりから登場するかもしれないですけど、はい、でもやっぱりそういう若い子がやっぱり動画を見ていただいてうちっていうところをまあ見ていただいてこう入っていただくっていうのはすごい嬉しいなと。そうですね。ありがたいですね、はい、ありがたいお話、はい、でこんな雑談会でいいのかなっていう。大丈夫です、大丈夫です、はいうん、それはあったのでぜひですね入ってこようかなと、ね、コメントでも前あったもんね、はい、働きたいとかって結構いただくんで本当にありがたいです、はい、であのうちの場合結構業種あの職種もいろいろあるじゃないですか、うんうん、その車両販売から、うんうん、その整備の方とか、うんそうねはい、板金の方なんかもありますし、はい、最近だとそのラッピングとか、うんはい、磨きとか、うんはい、だから結構あの車に携わりたい方であればどこかにはハマるんじゃないかなっていう。そうだね、うん、あったりするんでぜひねあのエントリーだけでもしていただければ ね、 そうですね、はいうん、ご連絡いただければ、はい、各店ありますんで、うん、大阪、名古屋、東京、埼玉、うんはい、ありますからね。ぜひあの転職、はい、就職をお考えの方は、はい、リクルートランからご応募いただけるといいんじゃないかなと思います、うん、します。じゃあ今回は在庫車両の紹介は飛ばしちゃっていいですか。在庫車両そうですね、はい、別名そんなに変わってない正直、まあまあ、正直者なんで、まあまあまあね、はい、ありのままをね。ただなんかあの年末に向けですかね、あの支店間の在庫移動結構ありましたね。在庫移動あったりとか、はい、あとはもうちょっと来年から僕も車種ラインナップちょっともうちょっと変えようかなと思ってて、うん、そんな感じで進めてます。ちょっと今ちょっとそこでの何ていうんですかね、在庫としては帰りで言ったら飛び跳ねるところ、はいはいはい、しゃがんでるところでこれからちょっとボンっていきたいんで、ちょっとなるほどなるほど、じゃあ来年以降期待していただけると、バランス期待していただけるとっていうのはちょっとね、なんですか、あれだけど、はい、まあ、ちょっと楽しいラインナップにできればなと思います、はい、あとその在庫移動のところなんですけど、あのカーセンサーとかその中古車情報サイトだと、あのどこにあるかまであんまり皆さん見ないじゃないですか、うんうん、特にボンドで一緒だったりすると、うん、結構その最近だと大阪の車が東京来たりだとか、うん、近くであれば見れるそういうメリットもあるからなのか、割とこう大阪でそんなにお声かからなかった車が東京持ってきたら結構すぐご制約いただいたりとか、うんはいはい、ありましたよね。全然ありますね、はい、だからそれってやっぱり不思議なところで、はい、うん、すごいありますね。お時間ある方であればもちろんカーセンサーとか中古車情報サイトもそうなんですけど、うちのホームページから、うん、あの各店ごとの在庫を見ていただけると、うん、あ、これ埼玉来てるんじゃんとか、うんはい、そういうのもありますよね。ありますね、はいはい、ぜひチェックしていただけるといいのかなっていう。そうですね、あとは、まあね、ちょっとお勧めしてるオンライン商談っていうのが、そうですね、はい、できますんで、はい、まあ、ちょっとまだ名古屋と大阪の方はちょっとまだできてないですけど、定期的にご用意いただいて、そうですね、はいはい、ありがたいことなんですけども、はいはい、これからも引き続きオンライン商談もやってますんで、はい、お気軽にご利用ください、はい、というわけで今回は、はい、だいぶぐだってたんですけど大丈夫ですかね。編集の力を信じましょう。そうですね、編集の力を信じて、はい、終始モザイクにならないように、はい、そうですね、はい、もう声も変わってるかもしれないですけど、そうですね、はい、こうなって声も変わって、そうですね、来月違う人が出てるかもしれないというわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。